はい、こんにちは、速稼塾のコブです。今回は FX とお好み焼き、こんなタイトルでね、動画をお届けしようと思います。私広島生まれ広島育ちなんですけども、お好み焼きというとね、広島焼きっていう風にイコールがつくんですよ。まあでも何でもいいんですけどもね。でも広島焼きのことを私はお好み焼きってね、広島の地元の人が言うのを聞いたことがなかったんですけども、観光客の方とか広島以外の方はね、なぜかお好み焼きのことを広島焼きって言うんですよ。なんでだろうっていうふうに最初思っていたんですけども、あ、わかったぞと。お好み焼きの中で広島ってのが一つ独特な何かね、メッセージを発していたんだなと思うんですよ。主には広島県民が広島のお好み焼きこそ本物だみたいなね、ブランディングをしたからなんでしょうね。で、実はね、私の奥さん大阪なんですよ。大阪にもね、独特な粉物文化、お好み焼きってのがあって、大阪焼きって私が言うとね、やっぱりちょっとこう角が立つんですよね。あ、確かになと思いました。私は大阪のお好み焼きのことを大阪風関西風って俺言ってるなとか、聞いたこともあるなっていうふうに思ったんですよね。だからお好み焼きっていうふうな広いカテゴリーの中で、一部の人がね、いや広島焼きっていうのがお好み焼きで、それ以外はまねっこだろと、本物のお好み焼きじゃないよみたいな考えを持ってるんですよね。で、もしかしたら大阪の方も、いや関西風関西風っていうけども、これがお好み焼きで、関西以外のお好み焼きってのはそれを真似したやつでしょっていう風に考えてるんですよ。まあ、つまり一言で言うとね、それは本当のお好み焼きじゃないよって言葉になってくると思うんですよ。で、私ね、別の場面でこういったコメントが入ってたのを見たんですよ。 FX は本当の投資じゃないよってそっか、まあ超反博打みたいに見えるのかもしれませんね。まあけど不動産だって大きな金額を扱う博打じゃないかなっていうふうに考える方もいらっしゃいますし、実際バブル景気っていうのがね、1980年代から90年代、91年92年までありましたけども、あれこそ大きな博打だったんじゃないかなと思うんですよ。銀行から借り入れをして土地を買う、土地の評価額が5倍とか10倍になるから、銀行はその土地に対してこの担保以上のお金を貸す。で、バブルが崩壊して土地を持っていた人のその土地の評価額がぐっと下がったんで、債務超過になって土地を取り上げられて財産没収みたいな感じで夜逃げみたいなね。しっかりと投資をしていたら、そんな過剰な貸し付けを受けないっていうふうに、それを生き残った人は言うんですよ。でも当時それが投資だと思って、多くの人が何の疑いもなくね、踊っていたことは確かですし、財テクってものもねありまして、いわゆる地方のどうでもいいリゾート地みたいなのを広告を頼りに現地にも行かずに買った人っていうのがいたわけなんですよ。分譲地とかね、限界ニュータウンとかって言葉に今なってると思いますけど、だから今思えば確かにあれは景気がね過熱して、銀行も不動産屋も一般庶民もサラリーマンまで土地バブルっていうのに踊っていたなっていうのは分かるんですよ。今はもっともっと慎重に土地の評価もしますし、お金を貸す時も借りる時も高い基準で総量規制みたいなのがキャップをはめてると思うんですけどね。だからそういった考えを用いれば、 FX が投資じゃない、あんなの本物の投資じゃないっていう評価があるのも一部そうだと思います。でも実際 FX で資産を築いている方とか、資産とは言えなくても日々利益を取り出している方は、それなりに投資のつもりでやってるんですよね。他人にとやかく言われるものではないですよね。で、金融庁なり国が認めている FX のカテゴリーは投資っていうふうに概念化されてると思うんですよ。だから個人的にどう思うと、公には投資なんですよね。まあでもそう言うとね、国がいつも正しいと思うわけではないだろうっていうふうに言われると、それは私も同意なんですよ。だから国がお墨付きをつけてるからといって投資に入るのかどうかなっていうふうに考えていくと、確かに国とはいえね、人の判断だから間違うことはあるよねと。
それは昔の土地バブルだって財テクだ投資だとか言って、実はね、そんなものではなくて単なる歌方だったってこともありますから。だからその時その時に応じてマーケットの評価とか個人的な評価っていうのは変わるんだろうなと思いますよね。だからね、 FX のことを投資じゃないっていうふうに、まあ、私を指さす方、否定はできないです。投資じゃないかもねと、効率のいい労働かもねと思ったり、まあ博打に見える方にとってみたらそれは博打なんでしょうとね。競馬だって宝くじだってそれを投資と捉えてやってる人もいますし、ギャンブルだと思ってる人もいますしね。で、国がどっちに認めるかっていうことな、まあそんな状態もありますし、だから誰かが決めたからみんながそれに納得ってことはなかなかないんでしょうね、きっとね。それはやっぱり個々の判断価値観というものがありますから、どう決められていようと、どう多くの人が思うと、俺は違うよねっていうふうな考え方は多い派閥にも小さい派閥にもありえるんだろうなと思うんですよ。まあですんでね、関西風とか広島風とかね、そんなカテゴリーつけなくったって、まあありていに見たらね、全部お好み焼きだろうと、ぐちゃぐちゃぐちゃっと似たようなもんだろうと、もんじゃだってなんだって変わんねえよと言えばその通りなんですよ。だから自分の今まで思い込んでいたことを肯定したくって、ただその視点に立ってね、口論をしたりとか人を論破しようと思うのは、私はあんまりね、建設的でないし時間の無駄だなと思うんでね、 FX を投資じゃないと思うんだったら、あ、どうぞ思っといてくださいと。私も投資家なんか分かんないけども、とりあえずそっから資金が増えてるんだったらそれでいいかなと思うし、 FX がどうやっても勝てなくなったら私もやめますよって話なんですよ。ただやっぱりね、人情としてルールを守って法律を破らないようにやってるうちはね、それでお金が増えてるんだったらそれをやめるって決断はなかなかできないんですよね。だって現実にお金が増えるわけですから、ね、だって宝くじだって買うたんびに当たってたらやめないでしょ。競馬だってね、やるたんびに勝ってたらやめないと思うんですよ。麻雀だってね、やるたんびに勝ってたらやめないと思います。負けてもやる人ってお金が続いてるからやってるだけでね、どっかでお金なくなるじゃないですか。つまり負け続けると退場するっていう末路があるわけですよ。 FX も同じですよ。負け続けたらどんなに好きでもやりたくても退場するしかない、もしくはデモトレードするしかないんですよ。お好み焼きもね、広島風だろうが関西風だろうが、なんかもんじゃ焼きだろうがなんだろうがねお腹がいっぱいなら食えないんですよね。まあちょっと例えが全然違いますけども、まあでも人はね、自分の考え方に他者もはめたいもんなんですよ。特に当事者でない人はそうなんですよね。多分ね、 FX をやってない人が FX を批判すると思いますし、 FX で勝てない人が FX を批判すると思うんですよ。 FX が生活の一部に入ってて、そこで一定の利益を取り出していたらね、そんな莫大な金額じゃなくてもですよ、だって100万円が101万になったって勝ち越しですからね。それでも順調に100万が101万になってることがある程度続いていったら、 FX をね、批判するような気持ちはとりあえず失せるんじゃないかなと思うんですよ。FX でどうやっても勝てないとかね、 FX で資金を失っちゃいましたとかね、その当事者だったら FX に怒りを向けて FX をやってる人を敵視する気持ちもよくわかります。まあお好み焼きもね、そう考えていくと関西風いいよね、美味しいよねっていう風に広島で言われるとムカッとくる人もいるでしょうし、その逆もそうなんでしょう。まあでもちっぽけなことですよね。だって1億人いたら1億人の考え方や価値観があって、それでも相入れない考え方の中で人はなんとか生きてるわけですからね。だからいちいち自分と違う考えの人を見つけてね、その人をなんとか説得しよう、論破しようと思うっていうのは、まあ人情としては分かるんですけども、もったいない時間の使い方だなって気はしますね。あれですよ、一戸建てを買うのがいいのか賃貸のマンションに住むのがいいかっていう論争が昔からあるでしょ。いや、その人それぞれでしょって話ですよね結婚がいいのか独身がいいのか、これも結婚が扱える人は結婚がいいんですよ、独身が扱える人は独身がいいんですよ。
独身も結婚もダメな人はどうすればいいんでしょうって話ですよ。だから FX が自分のものになってるんだったら、その人は辞めないでしょうしね、自分のタイミングで辞めるでしょう。少なくとも人に言われて辞める気にはならないと思います。ただ言えるのは、 FX で勝ってない人が、勝ってない人と話し合う中で FX は勝てないよねっていう話題になってきたら、辞める日は近いでしょうね。だから私は FX で、例えばね、まあある一定のレベルの人の LINE があるわけですよ、 FX の。その中でお互いに FX 勝てないよねなんて話題は出ないですし、 FX で勝てるわけないじゃんっていう話を聞いても、誰一人それによってモチベーションは下がらないですよね。そういう見方当然あるよねっていうふうに思うだけです。だってね、プロ野球の選手になろうとしてなれる人もそんなに多くないでしょ。でプロ野球の選手を諦めてね、もしくはプロ野球の選手になったんだけども、花を咲かせることなくね、辞めて引退して別の仕事をしてる人って、やっぱりそれはそれでね、プロ野球に感謝する、野球に感謝する気持ちは持ってるでしょうけども、いや、脚光を浴びるのは一部の人だけだよ、足の引っ張り合い、強いものしか浮かび上がれない冷たい世界だよって評価をするかもしれないですもんね。まあどんな世界もゼロさんのゲームかっていうふうに思いまして、今回の動画にさせてもらいます。お好み焼きと FX ね、確かにね、それは本物のお好み焼きじゃねえとかね、それは本物の投資じゃねえっていうところに共通点はあったのかなと思ったんで動画にしてみました。じゃあ失礼します。